9年前に廃校となった三重県南伊勢町の旧宿田祖小学校で文化祭が開かれました。過疎化が進む地域を活性化しようと地元の有志が企画した文化祭には水産高校の生徒が手掛けたミニ水族館のほか、かつてカツオなどの遠洋漁業の村として栄えた宿田祖地域の写真が展示されました。また地元の小中学生が作ったタンブラーやバッグなどの作品も並んでいました。あの時はな、子供も大勢あったしな、賑やかな村やったけどな。賑やかで楽しくていいですね。魚触れたら子供喜んでますね。